松崎町の港と町を見下ろす牛原山です。この頂上付近にマウンテンバイクのコースが作られました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。西伊豆で使われなくなった古い山道を利用し新しいビジネスの形を作り上げた人がいます。横浜生まれの松本純一郎さんです。この道もですね、お年寄りから教えてもらって昔炭担いでよく歩いてたっていうのを話を聞いて、はい、それがどこにあるのかなと思って探し始めたのがきっかけですね。松本さんは荒れ放題だった古い道を3年かけて直し、土地の所有者の協力を得て山道をマウンテンバイクで駆け抜ける山伏トレイルツアーを開きました。最初は年間300人だったツアー客も徐々に増え、3年間で4倍になりました。マウンテンバイクに新しい観光の可能性を見た静岡県は、山の道とは別に初心者からベテランまで楽しめるコースを作りました。こう走ってると全てを忘れて、はい、現在に集中ってこうなんか、そうですね、開放感もありますよね。思いっきり楽しめるってとこですよね。山伏トレイルツアーはマウンテンバイクをより多くの人に楽しんでもらえるよう、初めての人には丁寧なレクチャーを心がけています。そうじゃあまっすぐ前見て、海外からも人を呼べるところになりました。Well, it flies really nicely. It's clean, easy to get to. It's got a great view. 海がメインだった観光地に山のその良さっていうか、そういうのをなんか伝えれるものになっていったんじゃないのかなと。これまでと違う視点で西伊豆を見つめ直したビジネスは地域を元気にしてくれています。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。